こちらがマッケンローが勝ったそうですが、はじめそのタイブレイクになりましてね、これが結局15対13で決着がついたそうですよ。ああそうですか、それはまた珍しい激戦ですね、はい、前に出たラスタスが上に上げた、今度は戻るマッケンロー、パッシングどうか返しました、もう1個アウトです、サイドアウト。お互いにドリブルじゃないかですね、今度大きな声で言ってます、ラケットのこの今度はラスターズがボールをこれでやってみろってことですか。はい、そういうことですね。No. No. あれラスターズが今度はどうしたんですか。ガールフレンド。客席ガールフレンドの隣に行っちゃいました。これがアウトになったんですが、その前のショットがスタンドに座ってます。これがガールフレンド。先ほどは片っぽがオフサイドで片っぽガールフレンドって言ってたんですがね。ようやくマッケンローが戻りました。ファーストサービスネット。ファーストゲームの第、ファーストセットの第9ゲーム。ジミー・コナーズ返した。全てのストレークを全力で打ちますコナーズ、前についてドロップショット高く返した、これも入っている、コナーズ返した、ロビン、これも入っています、スマッシュクロスに打った、決まりました。長い試合の末、8ゲーム9ゲーム長い試合が続いておりますが、マッケンロー9ゲームサービスをキープしました。ファーストセット9ゲームを終えまして 5-4、 コナーズが1ゲームリードしています。